ンサー企業から支援を受け、2003年にスタートした学生フォーミュラ。これまでに延べ2万人以上の学生が参加し、卒業生の多くが第一線のエンジニアとして活躍しています。学生フォーミュラの最大の目的は、ものづくりを通した次世代のエンジニアの育成。学校では体験できない社会経験を学びながら青春を謳歌し、素晴らしい仲間たちと出会えることです。やりたいことやるっていうのは青春じゃないですかね。参加チームはガソリンエンジンの ICV とバッテリー EV の2つのクラスに分けられます。車両の企画から資金調達、設計、製作、走行という車作りの全てを学生が自分たちで行うのです。そして大会ではマシンのデザインや性能、燃費など自動車業界に従事する方々が審査。最も評価の高いチームが栄光を手にするのです。学生フォーミュラはおよそ1年にわたって車作りに向き合う長い戦いです。車両の企画、設計から始まり、1年をかけてゼロから車を作り上げます。そして夏に行われる大会で ICV クラス、EV クラス、それぞれの優勝校と総合優勝が決まるのです。学生フォーミュラの肝がゼロから作り上げる車です。車両の設計は一般販売が前提というルールのもと、全て学生たちのオリジナル。大会の規定に基づき車両を設計、CAD を使って車両のデザインなど車作りへの情熱を詰め込んでいきます。設計した車はもちろん学生が自ら製作。学生フォーミュラでは安易に既製品に頼るのではなく、できる限り自分たちで製作することが求められます。学生たちは試行錯誤を繰り返しながら1台の車両に向き合うのです。あ、こんにちは。学生たちにとって一つのハードルが資金調達です。学生たちは自動車関連をはじめとするさまざまな企業を訪問し、援助してくれるスポンサー企業を開拓しなければなりません。組み上げた車両はテスト走行を行い、問題点を改善させ一層磨きをかけていきます。そしていよいよ大会が始まります。最初に行われるのはマシンの比較、設計面を見ていく静的審査です。まずは車両の製作費とその妥当性を問うコスト審査。学生たちは入念に準備し臨みます。そして設計コンセプトや独創性を問うデザイン審査。さらに製作資金調達や製造委託を想定したプレゼンテーション審査の3つを行います。近年審査はオンラインで開催しています。本社に依頼する内容としましては、材料調達、加工、そして溶接です。以上、ご検討よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。そして学生フォーミュラの本大会がおよそ1週間かけて開催。現地で開催される大会では、学生が作り上げた車両の動的性能をさまざまな審査で評価します。緩くなりがちなんだけど、はい、大丈夫です。というわけでね、まずは車検から。ものづくりによる実践的な学生教育プログラムとして、安全性が何よりも重要視されます。設計要件の確認や万が一の事故に備えた脱出テスト、そしてブレーキ試験や騒音試験、車体を傾けた燃料漏れのチェックなど、
車検員が徹底的に検査します。楽観的上から、はい、機械的に、はい、はい、おめでとうございます。車検をクリアすると、いよいよ動的審査へ。1年間にわたり、並々ならぬ熱意で取り組んできた車作り、その進化が問われる、まさに活動の集大成です。ただいまさん、まずは一本タイムを残すことが重要なので落ち着いて、ね、一本しっかり走ってきてください。動的審査で見ていくのはマシンの性能面。まずは加速性能を競うアクセラレーション、続いて旋回性能を競うスキッドパッド、そして全長およそ 800m の専用コース1周のタイムを競うオートクロス、さらに1周およそ 1000m のコースを2人のドライバーが10周ずつおよそ 20km 走行し、車の総合的な走行性能、耐久性、燃費を競うエンデュランス。はい、はい、待ってるよ。はい、待ってるよ。あら、トヨタ名古屋駐車場、動き始めましたね。あー、また止まりました。行け、もう動き出しました。チェッカーが用意されましたよ。チェッカーが用意された。最後まで行けたので本当に良かったです。あ、静的審査3部門、動的審査5部門を経て、合計得点が最も高かったチームが学生フォーミュラのチャンピオンに輝きます。仲間と共に駆け抜けた1年、学生たちからはさまざまな思いがあふれます。本当に今までやってきたことが報われた。良かったです。メンバーと一緒にやってるのがすごく楽しくて、夜中までやっていたりとか、自分の家にいる時間よりも多く活動場所にいましたので、なんかそうですね、不思議な、なんか友達というのかなんていうのか分かんないですけど、まあなんかすごくよく一緒に頑張れたなと思います。ちょうどねコロナでなくなった時にリーダーしてて、その時にエンジン変えて、そこで計画で3年後に優勝するぞって言って、まあ、ずっと頑張ってきたんで、長かったなと思って、いろいろしんどかったですけど、頑張ってよかったなっていう感じですね。車作りに捧げた情熱と経験は、社会に出たとき、必ず彼らの力となる。その力で、日本の自動車産業の未来を照らす。それが、学生フォーミュラの役割なのです。やったぞー。自動車業界のこれからを担う学生フォーミュラ。次回の主人公はこれを見ているあなたかもしれません。